こんにちは。センターシリアルのビデオメイキングアーカイブ IL 通信の第38回を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は、今からというかこのあと十数回参照型の実装を進めるにあたって、まあどんななんかやらなきゃいけないことがあるのかみたいなことをちょっとまとめようかなと。で、まあどういう手法でこの先進めるかっていうのを決めようかなというふうに思っています。で、昨日今日とリポジトリの方に、readme.md を追加してあります。で、まあそこにまあ今までで実装した要素ですね。IL のプコード、まあちょっと一覧がねまだ出せてないんですけど、一覧とあと基本的な型ですね。プリミティブタイプとそれからまあバリュータイプをサポートしてますよと、まあ一部ですけどサポートしてます。あとコマンドラインのそのトランスレーターのインターフェースがまあ部分的に実装してありますとか、まあそのあたり表にしてあります。あ、先にそうですね、それを移した方がいいかな。ですね、はい、こんな感じで今までね、readme.md 用意してなかったんで、殺風景な感じだったんですけど、まあちょっと説明書き、まあ今のところすごい単純な内容ですけど、説明書きを書いてあります。で、マイルストーン3の状態で、まあここにあるような、こんなようなソースコードで、ちょっとこっちの方がいいかな。で、まあこんな C のコードが出ますよみたいなサンプルを載せておきました。まあいいですね。なんか今後まあマイルストーンに到達するたびにまあこの辺りを充実させていくと、なんかプロジェクトとしてだんだん進捗してるかなみたいな。で、まああとライセンスと、それからこれはあれですね、マイクロビットのデモやった時のスクリーンショットですね。スクリーンっていうかあれですね、カメラで撮った、写真で、まあ、あとドットネットコンフですね。この間ドットネットコンフ2017 in 東京で、僕はアンプラグドの枠で発表しました内容という、そのビデオへのダイレクトリンクで、あとその時にも宣伝したんですけど、あとツイッターでも流してるんですけど、まあもうすぐ技術書店3っていうイベントが東京で行われます。私はちょっと行けないんですけど、そこでザマリン界隈の方々が集まって、エクステンシブザマリンっていう本を薄い本ですね薄い本を出すんですけど、ちょっと私もですね、IL 通信についてのまあマイルストーン2プラスアルファぐらいの内容で、記事を書かせていただいたので、まあ、それの案内のリンクですね、ここに追加してあります。こんな感じですね。これちょっとちっちゃいかな。こんなデザインになるらしいです。原本は僕もまだ見てないのでわからないんですけど、で、まあ、なんでザマリンの薄い本に IL2C なんだみたいなのがあるんですけど、ですね、IL2C をやり始めた動機づけの一つがあって、それはですね、このザマリンの本ですね、薄い本の、前のやつがあるんですよ。なんだっけな名前忘れて前のやつがあるんですよ。で、それで、ものをですね、ものを皆さん当然熟知してると思いますけど、ものを
小さいプラットフォームですね、IoT 向けのような小さいプラットフォームに移植するっていう、なんかそういう記事を書かれた方がいて、で、まあ、その記事は、もし興味あればね、ぜひ手に入れて中身見ていただきたいんですが、まあ、ちょっと そこに、こう、影響を受けた、ぜひやってみようって思ったのが、きっかけの一つでもあります。いろいろきっかけはあったんですけど、これまでも何とかね、その、IL を、今までずっと、この、30何回ずっと、ところどころで語ってますけど、要するになんか IL なんて簡単に C に変換できるだろうみたいなのをもちろんずっと思ってたことですし、まあ様々なものがね、今回、最近になって、まあいろいろ組み合わさって、なんか、いや、実際にやろうって、プロジェクトとしてやろうって思った動機づけにつながってるんですけど、まあ、これもその動機づけの一つです。そうだ。じゃあ、あるんで、その本あるので、ちょっと、お見せすると。お見せするとですね、こうですね、ちょっと映るかな、まあ、映るかな、この話、エッセンシャルザマリーで2冊あります。手前にあるのがインって影っていう漢字が書いてあるんですけど、インって書いてあるのと、後ろにあるのが陽ですね。これのインの方の、見えるかな、インですね。インの方のですね、まあ、ちょっとあんまりお見せするとね、あれなので、ちらっとなんか目次を、なんかこんな風に見えるかな。この第4章ですね、モノでモノのインターネットを目指すみたいな。これを、なんか ESP32 というデバイスがあるんですけども、まあ、IoT 向けでよく、最近よく使われています。で、この間やったマイクロビットはちょっと違うかな。まあ、あります。で、そいつに、ものを、移植して、で、まあ、どこまで動かせるかみたいな。やっぱりね、なんか読んでるとメモリ要件が結構厳しそうな感じはするんですけど、まあ、なんか、すごい濃い内容、いろいろ書かれてて、興味深い内容ですね。まあ、これを読んでね、そうか、もので、ここまで頑張ってもなかなか厳しいのかっていうのも、その、今回 IL2C で、まあ、どうやったら、フットプリントを、抑えられるか。まあ、抑えられるだけじゃなくて、予測可能にできるかっていうことに、まあ、がぜん興味が湧いたというかですね。それもだから今回のその IL2C をやるきっかけに、つながってます。ということで、まあ、もうほとんどそのつながりだけで、あとザマリンのザもない感じなんですけど、本当にありがたいことに、こういうのやりたいんだけどって言ったら、いいよいいよって言ってくださって、載せることになりました。ありがたい話です。で、そのマイルストーン2ですね。まあ、プラス、アルファぐらいの内容を、特にまあ、なんか、ハイライトだなと思った部分をですね、抜き出して、こう、文書っていう形で、書かせていただきましたので、ぜひ、見ていただきたいなというふうに思います。で、今見てもらった通り、この本については、GitHub の、ReadMe からリンクあるので、踏んでもらえればすぐここに、来れます。他にもね、なんか、まあ、主にザマリン関係ですけど、ザマリン関係 の興味深いドキュメントがいろいろ皆さん書かれているので、なんかいい時代になったなって、一言で言うと変な話ですけどっていうのは、なんて言うんです?こう、とんがった内容のドキュメントとかって、昔だと、本にするのはすごく難しかったんですよね。やっぱりコストの問題とか、そもそも、書籍を出版するっていう行為自体が、まあ、やっぱり出版社経由で本を出すみたいな、印刷の問題もありますしね。で、昔からその薄い本っていうのはあったけども、まあ、それを技術書として広げるみたいなのも、まあ、ごく一部で行われてるだけで、まあ、ここまで大々的にやるってことはなくて、本当に、この技術書店っていうのは、すごい、広がりを見せていて、なかなかいい感じだなと思ってるんですが、まあ、何しろ取り上げる、
あのスコープがすごい極端にあの尖ってたり狭かったりする、要するにあの、よく言えばすごいあのディープな内容で、まあ悪く言うとなんかすごい俺のためのなんかドキュメントみたいなそういうすごいあの内容の濃いものが多いんですけど、まあそれもあってね、あの多分ミートする人にはうおこんなことが書いてあるみたいなのはなんか結構興味深いあの内容が、あの普通の本と違って興味深い内容のことがなんか得られる、なんかそういうなんか書籍としてなんかあのいろんな人が出されてるそういう本はあのいいんじゃないかなというふうに思うので、ちょっと僕のね行きたいんですよこれ、あの技術書店で、まあ、あの第1回も知ってたんですけど行けなくて、2回もダメで、今回の3回も、まあ、ついこの間ねそのドットネットコムで東京に行ってしまったっていうのもあって、ちょっとそうそう行けないよなっていうのがあって、まあ残念ながらあのちょっとまた見る機会を逃してしまう感じなんですけど、もしねあの行けるはあの近場にあの住んでるんであれば、あのぜひあの行ってみてください。きっと面白い本がいっぱいあるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけでね、あの一番最後の章にあの僕土壇場で確かね10日ぐらい前、締め切りの10日ぐらい前に今から書いていいですかみたいな、あの前から ILS-C のプロジェクトとはまた違うネタであの書いていいですかって話をしてたんですけど、ちょっと仕事とかいろいろ忙しくてやっぱり無理かなと思って一旦はあのキャンセルしますっていう話をしてたんですよ。なんですけど ILS-C がまあちょっとだけ進捗したんで、そのマイルストーン2に到達してドットネットコンフで喋る内容もある程度なんか、ま、そこまでの内容まとめれたんで、今なら頑張ればあのなんていうんです、その読み物として起こせるかもしれないと思ってちょっとかなり辛かったんですけど、今からやっていいですかって言ったらまああの、いやあのいいですよって言ってあの快諾していただけたんで、あの無理やりなんですけどちょっと突っ込みました。ちょっとね内容であのなんていうんですか、体裁がちょっとねあの崩れてるところがあります。あの章立てではなくて、あのなんか1番何々、2番何々って区切ってるところにあの改行が入ってなかったりとかいうところがちょっといくつかあって、あの原本ねあのもし入手されたらなんかこの、 あのクソ原本を手に入れることができたみたいにちょっと喜んでもらえればいいかなと思います。今それあの修正する算段をしてるんですけど、まああの修正はあのちょっと残念ながらあの印刷物にはもう反映できないので、まああの PDF にもし間に合うようであれば反映したいと思います。はい、というようなこれはあの宣伝ですよろしくお願いします。エクステンシブザマニですね、よろしくお願いします。はい、ということで話を戻すと、まああのそういうリンクもここに貼っておきました。で、あと、オーバーオールステータスで、今、この、あの、ちょっと全部欠けてないし、多分漏れてるところあるかなと思うんですけど、まあ、あの、見つけ次第、あの、修正を加えていきます。まず一つは、その IL の命令自体ですね、オプコードのサポート自体どのぐらいできてるのかみたいなのを、ここに一覧で出そうとしたんですけど、どうせこれすごい量になるんですよ。だから、あの、前話してたように、まあ、ちょっと自動抽出させて、で、あの、ここに、あの、表として、あのちょっと別のページかもしれないですけど、あの網羅できるようにしたらいいかなみたいに考えています。ここはもう今手動で書きました。ちょっと足りてないような気もします。で、なんであの to do って置いてあります。で、あとプリミティブタイプのサポートですね。で、システムバイトとか S バイトとか int16uint16 とか、まあ、サポートと何も書いてないところはもう全く未着手ですね。で、ボイドとかパーシャルサポーテッドになってるのは、これはこの間、ボイドのメソッドを変換した場合に、リターンステートメントが正しく出力されるようにしたんですけど、ボイドのメソッドを呼び出す方が、多分ダメな気がするんですよ、今。なので、まあ、それでパーシャルサポーテッドっていうふうにしてあります。っていうような感じで、あの部分的にサポートって状態になってるやつはパーシャルサポーテッドっていうふうにマークがつけてあります。バリュータイプとかもそうですね。マネージドリファレンス。マネージドリファレンスって、要するにあのマネージ参照のことですね。あのアンパサンドで指定される方。前回まででちょうどやったやつですね。
はい、と、まあ、マネージポインターとかね、これからやるクラスタイプ と、まあ、まだ全然ミサポートです。enum とかデリゲートインターフェース、からネステッドタイプとか、クラスの継承ですね。これも、この、今回やるその参照のところで扱っていく話になると思います。インターフェースのインプリメンツもそうですね。で、まあ、あと、クローズジェネックタイプスは、まあ、なんか、クローズドであれば、問題あるかな。これは、ドットネットコンフの時に、説明したんですけど、ジェネリックタイプのサポートはどうするんですかっていう、質問があって、で、クローズジェネリックタイプなら、多分、ほぼ何もしなくてもいける。で、ただ、ほぼって言ったのは、片目のマグリングをどうするかっていうのがあって、ジェネリックタイプだと、あれがあるじゃないですか。大なり小なりの記号で、ジェネリック引数が囲われてて、カンマで区切られてるとか、なんかそういうような名前が、適用されるはずで、でもそれだとまずいですね、やっぱり。だからマングリングしなきゃいけない。そのマングリングのルールを決めなきゃいけないっていうのがあると思います。それさえ決めれば、クローズドジェネリックタイプは多分他に何もする必要はなく、そのままサポートできるんじゃないかなと思ってます。で、問題はオープンジェネリックの方で、オープンジェネリックタイプって定義されてるだけでは何の意味もないんですよね。例えば、システムコレクションズジェネリックの、リストクラスですね。リストジェネリッククラスの例でいくと、リスト t ってなってる時のその t ですね。肩引数に具象型が、具象型っていうとあれか、なんかその具体的な型を指定するまでは、なんていうんですか、出力すべき IL って定まらないんですよね。実際には IL 書かれてるんですよ。メソッドボディがあって。で、もちろんその T が指定されるべきところには T という型が指定されてるけど、その T が具体的に何の型かわかんない状態で IL が生成されている。その状態で、C のソースコードにできないんですよ。なんか型が与えられないと。例えばイント32でもいいですし、ストリングでもいいんですけど、なんか型が与えられないことには、実際のその、C のソースコードを生成するときに、やっぱり型を与えなきゃいけない。例のスタックの型とか、ローカル変数の型とか、引数の型でも何でもいいんだけど、そこになんか、実体化されている型が現れないことには、C のコードとして成立しないので、まあ、どこまで行ってもオープンジェネリックの、クラスの定義、まあ、構造体でもそうですけど、オープンジェネリック型っていうのは、どこまで行っても実体が生成できない。必ず肩引数に型を与えてクローズジェネリックタイプに変換しないことには型がコードが生成できないので、まあ、イコールどうにもならないと思ってます。で、他のこの手のその IL を変換するっていう実装はちょっと調査はしてないですけど、例えば IL2CPP とかどうやってやってるのかは知らないけど、 C++ に変換するっていうことを考えた時に取り得る戦略の一つとして、オープンジェネリックの方は、まあ、テンプレートクラスとかに変換できる可能性があるかなとは思ってます。そこでね、なんか同じように肩引数が渡せるからといって1対1に変換できるかというと、多分ね、なんかいろいろ問題はあると思うんですよ。なんだけど、まあなんか割と自然な形で置き換えることができるかもしれないけど、それって C++ の世界で考えてみても、テンプレートクラスがいくら定義されても、それってネイティブのコードに落ちないじゃないですか、その型があるだけでは。それはテンプレートのインスタンス化っていうんですけど、テンプレートの型引数に、例えばイントとか、なんだ、スタンダードストリングとか、なんか型与えると、初めて、それに対する具象コードというか、それがネイティブコードとして生成される。型が与えられないうちは、単になんかソースが書かれている、そこのヘッダーでも何でも、なんかそこにテンプレートのその宣言が書かれているだけで、実体を伴うコードは一切出ないっていう状況と同じですね。なので、それを C 言語で担保するのは、まあ、無理、ほぼ無理だと思っています。で、まあ、無理だよな。なんか
まあバカバカしいからやらないですけど、例えば、与えられた IL の、まあ、そのバイトコードのリストをそのままなんか C の、 あのネイティブ のバイトの配列とかに入れて、その要するにメタデータの一部として保存しておいて、ランタイム実行時にあのこの IL2C がやることと同じようになんかネイティブコードを実行時に生成するということをすればできると思うんですよ。そのもちろん型引数をその時に実行時に与えてなんですけど、それって要するにリフレクションでアクティベータークリエイトインスタンスでクローズドジェネリックを作って、クリエイトインスタンスするっていうのと全く一緒のことで、それ要するに実行時に全部やるわけですよね。だからそれはAOT 環境、世の中で言われている例えば iOS とかでもそうですけど、そのランタイムにその VM 仮想計算機みたいなものを持ち込んでダメっていう環境で言われているところの AOT ですね。そこで想定されているものはなんか全てのそのランタイム要素は全部その静的に解決されてネイティブコードにコンパイルされた状態でないとデプロイできないですよって言われてるのと同じで、この IL2C の世界でも、まあ、全く一緒ですね。事前にそのコンパイルできるようにコードが生成されない限りはもうどうしようもないと、まあ、実行時にやるっていうのはこのプロジェクトとして頑張ったらできるかもしれないけども、それは多分このプロジェクトを目指すところではないと思っています。そういう意味で今ここにはノットサポートとマークをつけてありますね。ノットサポートはもう一箇所あるんですけど、まあそういうわけで今のところこれは全然やる気がないです。というかやる気になったとしても多分ものすごい未来の話でですね、やること自体がすごい大変で、そもそも IL2C っていうコンセプト自体がひっくり返るかもしれないですね。実行時に IL2C が動いたとして、まあそれは動くと思うんですけど、動いて C 言語のソースコードが実行時に出たところで何も嬉しくないと。それをさらに VC とか GCC にかけてネイティブコードを生成して、それが実行できて初めてランタイム時に実行できたっていう話になるので、まあなんかコンセプト的に全然ダメですよね、それだとね。なので今のところこれはやる気がないような感じです。なんかスマートな方法、まあなんか全然思いつかないですけども、なんかいい方法があったら何か解決させる妙案を思いつくかもしれないですけど、多分無理ですね。こうやって喋っててもまあ無理みたいに思ってるからまあ無理ですね。はい、そういう理由でドットネットコンフの時あんまりこんな風に細かく説明はしなかったですけども、まあオープンジェネリックタイプスについてはまあせいぜいやったとして、なんていうんですか、そのリフレクション、そもそもリフレクションをやる気がないんですけど、リフレクションサポートをもしするって考えた場合に情報だけ取得できるけどインスタンスはやっぱり取得できないとか、なんかそんな感じにするんじゃないかなって思っています。でこのノットサポートがついてるもう一個の方がリフレクションの話で、これですね、キャンハンドルリフレクション。まあこれも一応ノットサポートってことにしてあります。まあただですね、そもそもシステムオブジェクトにゲットタイプっていうメソッドがあって、そいつがタイプクラスを返すんですよね。タイプクラスのインスタンスを。それな、返されるものは何なのみたいな話があるとか、あるいはまあ極論すれば、そのゲットタイプ呼び出すコードを書いたら、まあなんかシンボルは生成されるけど、そのシンボルがどこにも定義されてないって、まあそれでいいんじゃないのみたいな、わちゃんちゃんみたいな、そういうのでもう終わらせてしまうか、まあどうするかですね。ちょっとだけ踏み込んで、なんか情報ぐらいは取得できるようにしようってひょっとしたら思うかもしれないです。そうすると、ゲットタイプでタイプクラスのインスタンスが何か取れて、そこからなんか例えばゲットメソッドで、なんかそのメソッドインフォが取れて、まあ、取れて名前の確認とかそういうのはできるかもしれないけど、まあそこまでですよね。でもね、それやり始めるとメタデータをそのバイナリーの中に含めないといけないですよね。例えばそのゲットメソッドで取得したメソッドの名前を文字列でそのネイティブバイナリーの中に含むとかやらなきゃいけなくて、これはなんかそういうゲットメソッドだとかゲットタイプとか呼び出されなかったら全部
そういう情報は含まれないっていうんならわかるけど、何もしなくても含まれるっていうと、いきなりもうなんか情報量が増えてしまうので、なのでそのやっぱり IL2C で目指しているそのフットプリントを予測可能にするっていうところとも相反してるかなっていうふうに思ってます。ということで今のところ、リフレクションもあんまりやる気がない感じですね。まあまあちょっと心変わり、情報の取得だけはできるようにするかもみたいなのはあるかもしれないけど、基本的にはあんまりやる気はないです。あのすごいね、あの低フットプリント、予測可能なフットプリントでこんな風になんかリフレクションサポートできたよっていうような、あのプルリクはあのウェルカムなんでもしあのやる気がある方がいればね、なんかサポートしてもらえると、あの前向きにあの取り込むことを検討してもいいかなとは思うんですが、まあ多分あの言っててやっぱりそういうのは無理だろうなみたいなあの考えてます。はい、ということで、ちょっと前後しましたけど、まあ、型のあたりがそうで、あと、サポートタイプメンバーが、まあ、今、スタティックフィールド、それからインスタンスフィールド、で、スタティックメソッド、インスタンスメソッド、パーシャルサポートってなってるのは、あの、あれですね、なんだっけな、型が継承された場合のメンバーの扱いだとか、それから、あの、インターフェースですね、インターフェースに定義されたメソッドの扱いだとか、そのあたりがまだ何もないので、まあ、パーシャルサポートということにしてあります、まあ、あとバーチャルメソッドとかね、インテロップ、インターナルメソッド、あのこれインターナルコールのことですね。インターナルコールってマークが付けられた、普通の人は目にすることのない、メソッドの、定義があるんですけど、まあ、そいつの扱いをどうするのかみたいな話ですね。これはまあ主にですね、どこにあるんだろうね、システムオブジェクトとか、あとシステムマーシャルバイレフオブジェクトとかにもあるかな、なんかいくつか重要なポイントのところに あると思います。それから、スタティックプロパティ、インスタンスプロパティ、スタティックイベント、インスタンスイベント、これらはまだ何もやってないですね。はい、というような感じですね。あと、メタデータのハンドリングはどうするか。メタデータって言っても、あのメタデータを含むという話だけじゃなくて、単純にその今 IL に含まれているメタデータですね、その情報をどこまでサポートするかみたいな話で、まあ、あのバリュータイプのスコープには、まあ、あのパーシャルサポート、あのクラスのスコープ、あのスコープってあれですね、あのパブリックとかプライベートとかインターナルとか、あの辺の話ですね。で、enum、デリゲート、インターフェース、ネストしてる方ですね。それから、フィールド、メソッド、プロパティ、イベントのそれぞれのスコープ。まあ、それとあと、リフレクションですね。はい。あと、今まで話したのが、その IL の静的な情報に関する話で、その他に実際変換した後、C のコードを動かす上で、その必須となる、そのランタイムですね。ランタイムに関するサポートをどこまでやるかみたいなものの要素が、まあ、こんだけあるかなと思っています。ここはもう全然まだノーマークみたいな感じで、例えば、リファレンスドインスタンス、ハンドラーって言ってるのは、あの要するに参照の管理ですね。参照をどうやってその C の、 あのコード上で実現するか、表すかみたい、表現するかみたいな、そういう話。それから、バリュータイプってあのボクシングとアンボクシングができるんですけど、あのあれですね、参照型への変換と逆変換ですね。まあ、そのあたりの、どうやって実現するか。それから、GC に関することで、まずその自動回収できるようにするインスタンスを自動回収できるようにするという機能と、それから、その確保されているヒープを圧縮することができるかどうか。あのこれあの両方とも同時に語られたりするんですけど、本来は別の概念ですね。あの、単にあの使われてるか使われてないかを追跡して解放するだけだったら、そのインスタンスの移動とかそういうことを考えなくてもいいっていう側面があります。なのでその低フットプリントっていうのを実現すると考えると、こっちだけサポートするっていうのは割とありかなとは思ってるんですよ。
ヒープコンパクションはそのメモリの移動が必要になったら移動するんですけど、まあ、よくよく語られる話ですけど、その GC が動いてほしくない時に動いたからどうのこうのって話がよくよく出るんですけど、それはまあ要するにこっちですね。こう断片化されたそのメモリをこう圧縮して、その要するに断片化を解消するっていう操作にすごい時間がかかると。でしかもそれって予測が非常に難しい。いつ発生してどのぐらいの時間がかかるのかっていう予測はまあほとんど成り立たないので、まあこうリアルタイム動作を要求されるようなまあところでまあたびたび話題に上る部分ですね。例えばゲームとかですね、ゲームとかだとまあリアルタイム性要求されるので、まあ GC がいきなり走ってもらうと辛いみたいな話とかよく出る。それはこっちの話ですね。まあこっちもそれはメモリを解放したりする処理とかってまあそれなりに時間かかるんですけど、まあまだね、例えば入しなきゃいいだとかまああとはあれですね、解放のタイミングは予測できないことが多いんですけど、まあ例えばそうですね、IL2C ができるアプローチとして、例えばメモリの解放にはそれほどコストがかからない手法を使うとかいうふうにしておけば、そうすればなんていうんですか、まあ、動いた予測不能で動いたとしても、まあ、それほど気にならないコストだというような言い方ができるようになるかなとは思ってます。もちろんそんなね、うまい具合にいくかどうかはまだこれから考える話なんでわからないですけど、単純にマロクとフリーでやるとしたらフリーの実装次第って話になるし、まあ、そこまだわかんないですね。だ全然わかんないです。ノープランというかこれから考えるところです。で、まあ、あとモニターロック、まあこのあたりはですね、スレッドと絡むところかなと。まあモニターロックのサポートとか、いろいろ考え始めると、こうなんていうんです、例えば移植性重視で考えた場合、ポジックスピースレッドをバックグラウンドとして使うのかみたいな、まあ考え方もありますしね。し、IoT の世界にはね、それピースレッドすらなかったりするので、まあ、そのあたりどう扱うのか。望ましいのは、スレッドの操作を一切しなければ、スレッドに関する、シンボルへの参照も起きなくて、結果的にスレッドのライブラリは全く必要ないとかいうような状況が作り出せるのが一番いいなと、ベタだなと思ってます。まあ、要するに IoT の世界では、ニュースレッドってやられたらそれはあかんけど、でもまあそれをやらなければなんかそんな巨大なライブラリはリンクしなくても済むよとかね、なんかそういうふうにすれば実装 C シャープのコードを書こうとしてる人たちにとってコントローラブルなこう処理系になるかなというふうに思います。まああとちょっと早めにやりたいのはプラットフォームインボークですね。これとあとキャンハンドルアンセーフポインターズ、これはC シャープのアンセーフブロックですね。まあまあ、ほぼあれです。で、どっちかサポートできれば、そうすれば既存の C のライブラリとかとそのリンクするのが、まあ、割と、いい感じになるかなと。しかも、これから扱う参照型は、ちょっと扱いが難しいと思ってます。それはその参照型で定義されたクラスですね、クラスとかに付加情報がついちゃうと思うんですよ。避けられないと思っていて、そのなんか付加情報があるとこう C で書かれた普通のライブラリとかのリンクと、まあ、うまく整合性が取れないかなっていう気はしてるんですが、バリュータイプはそういう制限ないので、もう前回まででやった通り、構造体の宣言はまあフィールドしかやってないですけどね。フィールドも、しかもフィールドオフセットとか全然サポートしてないんですけど、まあでも辺をサポートすれば、大体Win32 API をプラットフォームインボークで呼び出す操作と、まあほぼ同じような感覚で、既存のライブラリとの結合ができるようになるので、まあなんかこのあたりをね、早くなんかやると、そうすると、例えばなんか IoT デバイスでなんかこう L 値化とかも簡単にできるようになる。特にまあ後者ですね。アンセフポインターサポートすればね、 L 値化なんて多分楽勝にできるようになるかなと思っています。なのでちょっとまあここら辺ね、ちょっと優先度は高いかなっていう気はしています。でまああとはまあマーシャリングフィーチャーはあれですね、システムランタイムマーシャルクラス
あそこにあるなんか雑多ななんかいろいろこうアンマネージドの世界とお話をするためのユーティリティみたいなメソッドがいろいろあるんですけど、まあ、あれをどの辺までサポートするかっていう話ですね。まあそれがこれに相当します。まあ、あとはアプリケーションライフサイクルマネジメントは まだまだ先実際に考えるのは先の方かなとは思うんですけど、この間ねついにその、コンパイル単位のことについて足を踏み込んでしまったんで、そのつもりはなかったんですけど、要するにヘッダーファイルとソースファイルをどういうふうに扱うかみたいなのをちょっと足を踏み込んでしまったんであれなんですけど、要素としてはベーシックコマンドラインドライバーは今IELTS エグゼがあるんですから、あれですね、要するに単体のコマンドとして呼び出せるようにする。まあそこもねオプションとかもうほとんど何も指定できなくて、もうアセンブリ指定するだけみたいな状態になってるんで、実用性を上げていくとすると、あそこになんかそのトランスレーションスイッチを指定できるようにするとか、まあいろいろやらなきゃいけないことはあるんじゃないかなぐらいで考えています。とあと、ずっと掲げてるその、標準のそのビルドインフラですね、まあ、特に .NET の場合 MS ビルドですね、まあ、このあたりに、シームレスに結合できるように、まあ、古い方の MS ビルドであればタスク、MS ビルドタスクと呼ばれているものがあるんですけど、まあ、そいつをサポートするだとか、あるいは新しい .NET Core の CLI だったら、まあなんか CLI インターフェースっていうのがあるらしいので、まあそれとサポートするのかどうかみたいな。まあそのあたりですね。まあ今もちろん両方とも何にも、実装も何もない。検討事項も何もないです。はい。で、あと、プラットフォームインディペンデントコアライブラリーっていうのは、その今作ってるその IELTS Core DLL ですね。ライブラリー。メインの実装が含まれているライブラリーを、まあ、できるだけそのプラットフォーム依存しない形で実装するっていう目標で、これは今のところはほぼ達成してます。唯一問題になりそうなのはリフレクションを使ってるということで、これね今ここに書いてないんですけど、まあ、ゆくゆくはモノセシルですね、アセンブリの中をリフレクションと同じようにこういろいろ調べたりとか、まあ、場合によって変更とかもできるUTT メソッドが完備されてる、そういうこれもモノの成果物の一つなんですけど、そのライブラリを使うようになんか移行するといいんじゃないかなっていうふうに思ってます。でそれをやると、まあ、本当の意味でそこプラットフォーム独立のライブラリとして仕上がっていくような、あとそうですね、なんか特殊なライブラリっていうかあれですね、まあ、標準の .NET であってもなんか Windows に強く依存してるクラスとかメソッドとか、まあ、そういうものを使わないように分離していくことで独立性を高めたら、なんかこう移植性が高まるというか、まあ多分なんかあれですね、今の .NET 4.5 とかあと .NET Core とか Mono とかその辺に移植しようと思うと、これをちゃんと達成しないといけないような気はしてるんですけど、まあそのあたりの話ですね。で今のところサポートしているターゲットが、ターゲットというかその動く IELTS が動く環境が .NET 4.5 をで、あと .NET Core 1.2 それからまあ Mono あたりはサポートできたらいいかなみたいに考えて。で、メインのその変換後の C のソースコードのこうターゲットですね。が、まあ今のところ C99。で、これはサポートできてます。まあ実際にはね、ANSI C ならコンパイルできるはずです。で、ヘッダーファイルだけ足りないかもしれないんで、で、例のスタンダードイントエッジとかですね、あのあたりをこう用意してやれば、普通の ANSI C コンパイラーでも今のところコンパイルできるんじゃないかなと。思っています。で、ヘッダーファイルはまあなんか中身ちっちゃいんでない環境だったら自分で書けばいいし、なんかどっかから GCC のなんか実装持ってきてんで改造でもまあ十分いけるかなと思っています。まあそんな感じでこっちのノン C99 アンジコンパイラーのサポートって言ってるのはまあ今もサポーテッドなんですけど、まあできるだけなんていうんですか、そういう
新たに用意しなきゃ、新たな環境に、新たな環境をサポートするために、その用意しなきゃいけないヘッダーファイルとかライブラリだとか、そういうものをできるだけ少なく、できるだけ少なくやれるようにっていうことを考えています。まあ、あるいはあれですね、プラガブルであるってことですかね。さっき言ったように、スレッドをもう全く使う気がないんだったら、まあ、スレッドに関するライブラリとかヘッダーファイルとかも用意する必要がないっていう状況が、まあ、作れたらベストかなと。ちょっとそこまでできるかどうかわかんないですけど、そういうのができれば、ここをずっとサポーテッドってことで維持していけるかなっていうふうに思っています。あとこれはあれですね、C のシンボル名がマングリングされた、アンダースコアで区切られた、まあ、読みにくいシンボル名になってしまう、結合もやりにくいシンボル名になってしまうんで、そこを解決するという目的だけに、そのベター C として C++ を導入するっていう内容ですね。これは二通り考えれて、基本は C のソースコードとして出力して、そこに C++ のソースコード、C にバイパスする C++ のソースコードを、まあ、生成す、追加で生成するみたいな、なんかそんなことができたらいいかなっていうのは、ちょっと妄想レベルでは考えています。それもね、なんか C++ の世界はインラインとかあるので、まあ、なんかインライン宣言とか全部つけとければ、メソッド、関数の呼び出しとかはもう全部なんかゼロコストで、C のコードの方に転送できるとかね、なんかそんなことができるんじゃないかなみたいなことをちょっと考えてたりとか、C とか C++ では幸いなことに、構造体の宣言って違う構造体として宣言しても、レイアウトが全く一緒なら全く同じように使うことができるので、なので C の構造体はマングリングされた長いなんか構造体名で出るけど、それと全く同じ構造をしたC++ の構造体宣言、まあクラスでもいいですけど、を宣言したら、まあC のそのシンボル名として普通に使える。でレイアウトはまあたまたま一緒なんだけど、まあ同じように互換性のある形で使えるみたいな逃げ道があるので、まあなんかこう C++ のシンボルに1対1で置き換えるっていうのは、まあ十分可能なんじゃないかなっていうふうに考えてます。まあいつかちょっとやりたいなと思ってることですね。はい。でまああと CI 環境サポートできる、まあこれはあれですね、ここら辺の MS ビルドがちゃんとできていれば、なんか CI 環境はサポートできるかなっていう気はしています。はい。でまああと代表的な、6の6の時、そうですね、分岐のサポートのあたりやって、で今この辺ちょっとフロートとダブルまだやってないですけど、でまあキャラとかストリングが残っています。それからここに出てるかな、配列とかですね、まあ、任意の型って書いてあるけど、まあ、この辺がちょっとまだこの時点では甘かったですね。まあ、参照型とバリュータイプのサポートが必要ですと、まあこの辺りでね、継承をどうするかみたいな話とか、まあ、そういうのがありますみたいなのが、この第6回の時に、まあ、近しいマイルストーンとして想定できるものにこんなものがありますみたいな話。まあ14回のこれはあれですね、フロー解析の話ですね。この頃ね、僕実行パスっていう風に呼んでたんですけど、まあドットネットコンフで喋る、パブリックに喋るってなった時に用語とかどうかなと思って調べてみたら、まあ実行パスってなんか書いたり呼ばれてる資料もあるし、なんかウィキペディア見るとデータフローアナリシスって書いてあったんで、まあどうしようかちょっと迷った上で合わせようかなっていうのと、さっき挙げてたエクステンシブザマニンですね。で、江野さんっていう方が書かれてるドキュメントの中に、まあそのフロー解析みたいな言葉があったので、まあ一応ちょっとそれに合わせておこうかなと思って、今後はまあちょっと言い間違えるかもしれないですけど、今後はまあフロー解析、データフローアナリシスみたいな呼び方に改めようと思います。この時にはまだ実行パス解析みたいな感じで言ってたような気がします。のまあなんか悩んでたやつですねなんかこの辺りの説明。はい。でまあ一番最初ぐらいかなに実際に C の VC プラプラに突っ込んで、なんか一命令になったねみたいなのを確認した、記念すべきスクリーンショットみたいなことですね。これは今
あのリードミの方にこんな感じであのまとめてあるので、でまあなんか進捗があったらここを更新していくような感じで扱っていこうかなと。まあ最初ね、あの GitHub のイシューで全部やろうかなと思ったんですけど、まあまだちょっとそれをやるにまだ早いかなみたいな、うん、ちょっと管理的に困ってきたなとかそういうことがあったらあっちにあの、移行しようかなという感じで考えています。今ね、だって誰も突っ込まないですよ。だってイシュー立たないしねプルリクも誰も投げてこないあのなんかそういうことがあったら考えていってもいい。あのこっちへ移す、あの一部ないし全部を移すってことも考えていいかなって思ってます。はい、リポジトリのそのリードミのちょっと長くなりましたけど、リードミの更新は以上です。で前置きがめちゃくちゃ長かったんですけど、今日は、いよいよその参照型ですね。で参照型って一言で言うんですけど、考えなきゃいけないことがかなりいろいろあって、まあそれをちょっとね今回あのコードは残念ながらまあちょっと無理かな、まあ、時間的に無理だと思っているので、そういうのを洗い出しみたいなことをあの軽くしとこうかなと思ってます。でまず、参照型、アウトインプリメント。じゃあ、リファレンスタイプ。じゃあ、インスタンス。要するに、例えばそうですねあのシステム URI っていうクラスが、まあ、ドットネットではまああの普通にあの使います。これはあの一応クラスです。あの構造体じゃなくてクラスで、まああの文字通り URL とか使えるあのクラスなんですけど、これってあの僕らが普段あの使うとき、C シャープ、バー、わかりにくいか。URI、URL イコール new、URI、カッコ、HTTP、外れてるか、大丈夫か。このスラスラ、見えるかな。ちょっと外れてますね。ちょっと手抜きですけど、カメラ移動。こんなんでいいか。ちょっといい加減ですけど、はい。ってな感じで使いますね。使います。で、この、new で生成したインスタンスが、格納されるこの変数ですね、URL 変数は、参照を格納してます。で、参照型だからですね、この URI というクラスが参照型で、継承関係がシステムオブジェクトをこんな感じで、継承している、こういう感じですね。クラスです。クラスなので参照型です。で、参照型だからここに格納されるのは、そのマネージ参照とはちょっと違うんですが、まあ、なんていうんだろう、なんか、MSDN の、文面では、オブジェクトリファレンスって言葉を使ってたような気がするんですが、なんか、オブジェクトリファレンスもなんかいまいち、っていう感じはするんですが、オブジェクトリファレンス。扱うということですね。で、まずこれを C のソースコード上でどう実現するかっていうのを考える必要があります。それからまあ今ちょうど見せましたけど、クラスインヘリットインヘリタンス継承ですね。
クラスは継承可能です。だからこの継承をどうやって扱うか、これもね、これにさらに複数要素があって、まず、ベースタイプですね。ベースタイプの扱い、システム URI で言うならシステムオブジェクトですね、との関係性をどうするかみたいな話。コンストラクター、これまあインヘリタンスとはまあ関係あるようなないようなんですけど、コンストラクターのハンドリングの方法ですね。それから ニュースロット、いきなりちょっとニュースロット出すのどうかって今一瞬思ったけど、まあいいや。ニュースロットってC シャープの場合、仮想関数では、じゃあ仮想メソッドではないメソッドのオーバーライドっていうのは、なんか new っていう識別子をつけたと思うんですが、あれによって、まあ、なんか見た目隠される、規定のクラスの実装が隠されるみたいなのがあるんですが、あれは new スロットといって、まあ、同じ名前がついてるんだけど、まあ、実は違うもので、なんかこうでもその派生クラスから見ると規定クラスの実装は基本的には見えないよみたいな。まあ、でもねこれ簡単に見えるんですね。キャストしてアクセスすれば見える。簡単に言うと、クラス A があります。 A に例えば OB というメソッドがあります。これを継承した継承したクラス B があります。こいつにもホゲがあります。というかこのホゲを実装しようと思うと、new ホゲみたいに宣言しないと、new ホゲ、こうすると実はここにこれは新しいスロットが、スロットって言ってるのはなんか概念的な話なんですけど、そのクラスにこう各メンバーがいろいろ定義されてるんだけども、それが新たに割り当てられるみたいなイメージですね。これ継承したから、実はなんか規定クラスの方言はあるにはあって、エントリーはでもこいつ見えなくなって、で新たになんかホゲというこのメソッドが割り当てられてるみたいな、そんなイメージかな。なんかちょっとうまく言えないですけど、でニュースロットの場合、実はなんかそのインスタンスって A にキャストしてホゲってやるとこっちが呼ばれるんですよ、こっちの実装が。で B のインスタンスがあるときに B のホゲってやると、そうするとこっちが呼ばれるみたいな、そういう特性があります。これがニュースロット。それから、まあ、ニュースロットオーバーライドって言ったらいいのかな。で、あとバーチャル。バーチャルはスロットを共有するんですよね。共有と言ったらいいのか、上書きする、まさにオーバーライドをする。こういう場合でも、これがまあバーチャルメソッドだったら、バーチャルメソッドだったら、下で同じホゲという、メソッドを実装すると、同じスロットに、これオーバーライドですね、オーバーライド、同じスロットに、実装を、こうなんて言ってるのかな、メソッドへのこう参照を同じスロットに書くみたいな感じですかね。これと全く同じ場所に。だから、アクセスしようとしている、その、例えば、なんだ、パラメータとか、ローカル変数とかの型の A とか B とか関係なく、その、ホゲって書くと、必ず、この、継承してオーバーライドしたホゲが呼ばれるみたいな。なんか、そういうのをサポートするためのバーチャルと、バーチャルとオーバーライドですね。はい。まあ、あと、まあ、おなじみのスタティックかな。まあ、あと、C っていうと、
まあなんかここにエクスタンとかあるかもしれないですけど、まああんまりスタティックとほぼ一緒。エクスタンってあれですね、プラットフォームインボークですね。プラットフォームインボークされる場合にエクスタンつけるんですけど、その場合あのメソッドのボディがないっていう違いがあります。こう、あ、どうだったかな、構造体でエクスタンスタティックとかできたかどうかちょっとあんま記憶ないんですけど、まあなんかボディがない、あの要するにそこに IL がないけど宣言はあるみたいな状況は一応作り出せるってことだけは覚えておくといいかなと思います。あ、忘れてた。そしてファイナライザーですね。ファイナライザーもありますね。ファイナライザーあの GC と関係ありますね。あのこのインスタンスが破棄されるときに、呼び出されるみたいな、これの呼び出し方とかね、なんかそういうのもあのさっき言ってたその GC をどこまでサポートするか、タイミングをコントローラブルにするにはどうしたらいいかっていうことに関係してますね。ファイナライザーがそもそも実装されてなかったら、なんかそうあのファイナライザー呼び出しのその検索のためのコストを削減できるんじゃないかとか、なんかすごいシビアなことをあの最先端の人たちはあの研究してると思うんですけど、まああのそういうあの話題があります。クラスはこのとこかなですね。あと、なんだこれ下見えてるか、まだ見えてますね。インターフェース、インターフェースタイプですね。インターフェースは何らかのクラスに N 個実装できますね。0から N 個実装できます。で実装した場合インターフェースにはメソッドとプロパティ、あとイベントですねが定義できるので、そいつらをどうやって呼び分けるかみたいなことを、考える必要があります。特にまあ、あの C シャープの観点で見るとあのインターフェースの明示実装とか、まあ、そういうあのトピックがあるんですけど、そういう呼び出しをされた時にはそのインターフェースを明示的に実装しているそのメソッドを呼び出さなければいけないとか、まあ、そういう制限があります。なのでそういう呼び分けが実際のところどう実現されるのかっていうようなことを考える必要がある。それはね、動的に解決されなければいけないんですけど、まあアイデアはあれですね、あの C++ の、 あの仮想関数の扱いとほぼ一緒かなとは思っています。もうちょっと言い換えるなら、あの、COM ですね、あの COM のインターフェースの扱いと同じような感じでやれば一応できるんじゃないかなという見通しはあります。そうですね。で、型に関する話題がこのぐらい、それからまあ GC ですね、GC、特にコレクト、コレクションの動作、それかコンパクション、コンパクション動作、まああのさっきあの ECU のリストをあのリードミに書いたって話のところで出てきましたけど、まあ、自身一応ちょっと分けてあの考えた方がいいんじゃないかなというふうな気がしています。さらに言うなら GC なしっていうのも考えてもいいかなとは思っている。でしかもこのノン GC っていうのは2通り考えれて、文字通りがちょっとこれスペースがないか下に文字通りこう開放しない、ノン GC、 ノン GC で一つはフィクスト全く開放しないノンフリー、まあそんなバカな実装やらんでもいいんじゃないのとか思うかもしれないですけど、これ実験でいろいろこれをやるとなんかいろいろわかるような気がするんですよ。あの
逆説的にじゃあ実際 GC をしようと思ったらどんなことをしなきゃいけないのかとかいうのがまずこれを実現することによっていろいろ見えてくるんじゃないかってことと他にもやらなきゃいけないこといろいろあるんですよ。なのでこれをやっておいてでこのやらなければいけない他の雑多なことをいろいろ解消してから GC をどうするかというふうに踏み込むという方法もありかなとは思ってます。あるいはまあ全部やらないにしてもね、なんかこれで実装してて、ここら辺をかいつまんでやって、なんとなく方向性が見えてきたところで GC に取り組むとかいう方法もあるかなと思ってます。で、他の方法、もう一個方法としては、参照カウントですね。レフカウント。レフカウント方式でやる。つまりこれって、まあ、古文みたいなもんですよね。問題は、フリーするタイミングはいつなのかみたいな。リリースですね。リリースするタイミングはいつなのかみたいなのはちょっと考えなきゃいけないことですけど、まあ、ノン GC についても、まあ、2通り考えられるかなと。で、その今言ったように、その完全、もう確保したら、ほかりっぱなしっていう状況のものを最初に実装してみるっていうのはありかなっていうふうに思っています。そうするとね、すごい気が楽なんですよ。例えば、ニュー。これですね、new URI ってやるようなこういうコードを考えたときに、new っていうのは new object っていうオプコードがあるんで、ここから実現するんですけど、その時に裏では丸くが呼ばれて、でメモリ確保、その構造体のメモリが確保されて、で初期化されてみたいな、コンストラクタが呼ばれてみたいなことをやればいいので、そうするとコンストラクタとかベースタイプをどう扱うか、それからまあこれですね、そのリファレンス、オブジェクトリファレンスをどう C のコード上で実現するのかっていうことぐらいはカバーできるようになるんですよ。これが分かるだけで、とりあえず実装するだけで。なのでそれはね、ありかなっていう気はしてます。まあ問題はですね、このオブジェクトリファレンスをサポートする時点で、あらかじめ GC のことをある程度考えておいて、こいつの表現方法にどんな影響があるかみたいなものは考えてもいいかもしれないですね。考えるだけ考えておいて、とりあえず今はもうフィクストでやるか、ノンフリーでやるかみたいな、そんな感じでやるっていう方法はあるような気がします。ああ、大体こんな感じかな。ちょっとまだ漏れがあるかもしれないですけど、これでも結構な分量ですよね。なんかあったかな。今日は外歩いてる時にちょっといろいろ考えてたんですけど、ね、どんな要素があるだろうみたいな、そんなとこですかね。まあこれでもね、かなりお腹いっぱいな感じですけど、一個一個 のトピックを掘り下げていこうと思うと、かなりの分量があるような気がするんですが、他には何かあったかな。まあこんなところですかね。あとは何か思いついたらちょっとメモっといて、そのポイント、やることとして対処していくみたいな感じにしますか。これまでの進捗では、そのこういう何かマイルストーンの検討とかやってる時に、写真を撮って、で、まあ、それを、後で見て考えるみたいなことをやってたんですが、そっか、まあ、一周をそれに使いますかね。なんか、これをちょっと写真で撮って、まあ、最初の一周じゃないですけど、一周一個立てて、そこにその写真をペタって貼っといて、で、まあ、ことあるごとに、まあ、それを見て確認するとか、まあ、進捗があったら、これやりましたっていう感じで、なんか、その異臭に、追記していくような感じにしますか。まあ、そんな感じで、ちょっと異臭を使ってて、まあ、もうちょっと、本格的に使うかどうかはまた考えるみたいにしますか。こんなところかな。バーチャルオーバーライド。まあ、書かれてはいますけど、この辺はなんとなく、この辺は V テーブルとか、V ポインターと呼ばれている手法を使って解決するみたいな感じかな。これはC++ の用語で、
検索すると多分出てくるんで、まあ、もし興味がある方は V テーブルとか V ポインターとかで検索してもらうと出てくると思います。基本戦略はそれでいこうかなと。まあ他の方法は編み出せるかもしれないですけど、まあ別にそこまでやる必要はないかなっていうのと、もう一つあれですね、ベター C として C++ を使うっていうところとの整合性を取るっていう意味で、なんかこの方式に従っておくのがいいのかなみたいなのはちょっと思ってます。唯一わからないのが、あれですね、全然違うプラットフォームの C++ で、僕が考えているような V テーブルとか V ポインターと全く同じように実現されているのかどうかは実は知らなくて、VC は熟知してます。でも、他の GCC とかはどうなのみたいな、正直ちょっとよく分かってなくて、なんでまあそれを調べるぐらいはあるかもしれないですね。まあ結果としてまあ一緒だよっていう話だったらね、まあ、そのままやっていくだけのことなんですけど、そんな感じかな。はい、というわけで、まあ、今日は前半、リードミ書きました、その内容についてのあの説明ですねをしました。で、後半はまあ今後その、参照型をサポートするっていうだけでも、まあ、こんだけのボリュームがありますみたいなのをちょっと再確認して、どこからやるかみたいなのを考える元ネタにするという感じですね。じゃあ、まあ今日はこれで終わりたいんですが、次回から進める内容は仮決めとして、気が変わったら変わるかもしれないですけど、仮決めとしてやっぱりまずはこれいきますか。これを想定すれば多分ね、バリュータイプを、マネージ参照で扱うのとほぼイメージ的には変わらないと思ってます。なのでこれを前提にそのニューをサポートして、あのニューオブジェですね、ニューオブジェオブコードをサポートして、で、出力するオブジェクトリファレンスと呼んでいるものはただのポインターで、で、コンストラクターですね、コンストラクターの呼び出しをサポートするぐらいかな。そのぐらいをやるとなんかメモリはもう一度確保したら解放されないけど、なんかとりあえず動くみたいなものはできるような、なんとなくそんな気がしますね。まあ、ベースタイプ、そうですね、この辺をやろうと思うとシステムオブジェクトとは何かみたいなことを考え、真面目に考えないといけないかもしれないですね。はい、というわけで、今回はここまでとしたいと思います。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。